こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはダリアズドリーマー。綺麗なスタートを切りました。シルバープリテンダー前に行きそうです。シャイニングセレス、それに続いています。さらにはダリアズドリーマー、10番ソルエイブル、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。前に戻りましょう。先手を取ったのはシルバープリテンダー、ダリアズドリーマー、すぐ後ろ並んで3番マウントキャップ、その外からローブブルック、内からはクリアタウン、これに続いてシャイニングセレス、緑の帽子ソルエイブル、その後ろギャロップスプリング、そのうちに続いています。並んで13番セカンドアクティブ、オレンジの帽子ディバインボールド、その後ろ内からはドナピレネー、最後方にブライトプリマドンナ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から12番ローブブルック、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでシルバープリテンダー先頭に変わりました。まだ粘っています。ローブブルックほとんど差がありません。マウントキャップ3番手アドラーブル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭変わりました。先頭はローブブルック、ローブブルック、先頭2番手はダリアズドリーマー、あと 200m、 ローブブルック先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アドラーブル、ローブブルック追いすがります。先頭はアドラーブル、1着でゴール。アドラーブル1着、2着にはどうやらローブブルック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドラーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はヘルスホール、ヘルスホール先頭、あと 200m、 先頭はルアー、ヘルスホール一死に追いすがります。ルアー先頭、一気にポタシャーポタシャーポタシャー、一着、二着にはどうやらルアー、勝ったのはポタシャー、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはヴィンテージクロップ、マスタースプリング、この馬も好スタートを切りました。ミホノブルボン、前に行きそうです。ヴィンテージクロップ、それに続いています。さらにはマスタースプリング、4番ムータラーム、その後ろ、では前の方から、では前の方からヴィンテージクロップ先手を取りました。14番ミホノブルボン、2番手を追走、並んで4番ムータラーム、グリーンサウンド、この馬もこのグループ、すぐ隣にリーガルトップ、その横にプラティニ、その外からコマンダーインチーフ、内からはマスタースプリング、その外からレーズサンクス、赤の帽子ナンド、その後ろ、その外からホワイトマズル、内からはオペラハウス、ビエンビエン、そのうちに続いています。その後ろにクリスタルクイック、並んで3番スピークセゾン、 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはヴィンテージクロップ、2番手に14番ミホノブルボン、その外からリーガルトップ、その後ろにムータラーム、プラティニ、それに続いています。内からはマスタースプリング、並んで5番グリーンサウンド、コマンダーインチーフ、この馬もこのグループ、ここでリーガルトップ先頭に変わりました。キングスグローブほとんど差がありません。3番手にミホノブルボン、絶好の手応え、ミホノブルボンいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。リーガルトップ先頭、ミホノブルボン先頭、2番手はリーガルトップ、懸命に追いすがります。い
やはりミホノブルボン先頭だ。ミホノブルボン先頭、あと 200m、 ミホノブルボン先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はヴィンテージクロック、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭は竹のベルベット、竹のベルベット先頭、竹のベルベット先頭、一気にファーストボール、ファーストボール、ファーストボール、1着、2着にはどうやら竹のベルベット、見事に勝ちました。ファーストボールスイートビジョン敗れました。これは掲示板までです。